はい、今回は家族サービスの一環でスキーに行ってきました。群馬県の水上高原スキーリゾートにですね、一泊で行ってきました。そちらのスキー場までの工程を GoPro で撮りましたので、動画の方にしてます。で、非常にですね、この日とですね、翌日は気温が暖かくてですね、結果的にはですね、雪道も少なくですね、安全な工程でした。ただ事前情報では、こちらのスキー場かなり厳しい道のりということでビビってました。奥さんもかなりビビってですね、4WD じゃないとダメだよとかですね、スタッドレスだと厳しいみたいな情報があったんで、どうしようって話してます。はい、ですので、まあ、同じ悩みを持っている方も多いかなと思って、今回工程どんな道のりかっていうのを動画に撮ってみました。で、車はトヨタのスペードでスタッドレスで FF です。で、私自身は学生時代スキーやってたんですけど、まあ20年ぶりのスキーで全然やってなかったんです。雪道自体はですね、学生の頃慣れてたんですけど、今の車で雪道は初めてになります。で、非常に天気良くてですね、翌日も雨予報ということで気温が高いぐらいなので、もしかしたら雪道じゃないかなという感じを期待込めて運転してます。で、すでにですね、インターから降りて、だいぶ走ってますけど、まあ道の左右には雪があるんですけど、道路には全くなくですね、道路濡れた様子もないので、アイスバーンもない感じですね。まあ、時間帯も10時前9時過ぎかなに車走ってます。ただこの感じだと多分朝早い6時とか7時通っても同じような感じ、道路状況なんじゃないでしょうか。はい。で、距離はインターから降りて19キロなんですけど、まあルートがなんか2つあるみたいで、で、私たちは結局長いルートで、まあ、プラス6キロ25キロぐらいかな、安全な道で、スキー場まで来ました。なんかおしゃれな店も結構増えてですね、久しぶりにこっち来たんですけど、だいぶ変わったなって印象です。はい、この辺まではですね、本当に順調で、サク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 運転してます。な、雪かう車もですね、全くチェーンしてる車はない感じですね。 K とかも結構走ったりとか、地元のトラックとかも走ってるんですけど、全然チェーンとか巻いてるような感じじゃなかったです。はい、平日なんで車非常に少ないですね。はい、あとそうですね、 Google マップでも調べたんですけど、チェーンの脱着場が非常に少ないので、どこでチェーンをつけるかっていうのをあらかじめ考えてた方がいいですね。はい、この日もですね、ポイントとなる交差点が今度出てくるんですけど、そこの後にチェーンつけようかって話を奥さんとしてました。はい、ただまあそこまではスタッドレスでいけそうかなっていうことで、今普通に運転してます。はい、道もね、広くてですね、この辺は本当にうちの奥さんでも運転できるかなっていう感じです。はい、ただですね、アクシデントがあって、ここで次男坊がまさかのリバースしちゃいました。 DVD をずっと見てたんですけど、どうやら酔ったようです。初めてですね。で、かなり後部座席がですね、汚れてしまって、掃除とかですね、後片付けに手戻ってます。まあ、幸い長男はもらいリバースはしなかったんでよかったんですけど、はい、ちょっと心配です。車の中もいい感じの匂いで充満してて、長男がちょっと口うるさく言ってるような感じになってました。はい、で、出発しまして、で、この後ですね、事前情報で調べたポイントとなる交差点が出てきます。阿波沢の交差点っていうところかな、ここで左行くか右行くかっていうルート分岐になってまして、で、ここでチェーンつけるかどうかもポイントみたいです。で、僕はですね、結局調べて怖いので、安全ルート、道が幅が広くて、急勾配が少ないっていう情報の右ルートを選びました。路線バスも右ルートみたいですね。で、左ルートは結構アイスバーンになったりとか、スタックしてる車が多いと3、4台出たりみたいな情報もネットに書いてありましたんで、まあ、今回の天気だと結果的には大丈夫だったかもしれないですけど、右ルートで行くことをしました。で、この法技大のスキー場のウェブサイトもですね、こちら書いてあって、ここのポイントで左行くか右行くか注意してくださいって書いてあります。降雪してたら絶対右の方が良さそうですね。はい、ということで、湖この後来るんですけど、湖の右ルートを選択してます。で、走っていくとですね、チェーン脱着場はここで、はい、右が出てきました。で、ここでちょっとチェーンつけるかどうかの奥さんと悩んでスピード緩めたんですけど、この後ですね、画面だと分かんないですが、すごいいきなり急勾配来てます。実は結構この辺の坂がきつくなってきてですね、運転ビビりながらやってます。なんで、
雪が不安だったりとか降雪時だったりとか、あそこでもう絶対チェーンつけた方がいいと思いますね。はい、でここから少し3倍速でやっていきます。この右ルートはですね、結構トンネルとかですねが多くて、そこの中下、この中雪がないので安心して走れるところ多いですね。あと今路線バス通りましたね。バスが通れるぐらいの道幅なんで非常に安心していきます。はい、画面越しだと分かんないんですけど、結構勾配ある道もあるんですよね。はい、こういうパターンのトンネルが多いですね。はい、ところどころ3、4箇所かな、結構あったような気がします。あ、また来ましたね。はい、結局 かなり奥なんですよね、このみなかみ高原リゾートスキーリゾートって。私初めて今回行ったんですけど、天神平とか手前のスキー場は実は学生で何回も行ったことあったんですけど、この奥は初めてですね。でこの辺りから急に雪道になってきまして焦り出します。でこっからの急な斜面、実はこれも斜度が結構あってですね、ビビってます。でスピードもかなり、こっから今4倍速とか3倍速なんで、動画上早く見ますけど、もう20キロ30キロぐらいで安全運転してます。ただアイスバーンではなくて砕けた雪なので、結構しっかりタイヤに組み込んでる印象でしたね。はい、ただここは多分早朝5時とか深夜とか出たら確実に凍ってると思いますね、道は。あと右ルートで行く車が多分少ないんだと思うんですけど、本当に全然車がいなくてですね、多分皆さん左ルートで行くんでしょうね。Google で普通にナビやっちゃうと左ルート、6キロ短いルートで行っちゃうので、で、そこでみんな立ち往生しちゃったりするのかなっていうふうにネットとか見て思いました。はい。こんな感じですね。もうあとはこういう感じですね。雪がうっすらとか積もった感じの道がひたすら続いていくので、まあ、勾配があるところとかカーブのところは減速していく感じというところですか。一泊したんですけど、次の日はもう本当に気温が高くて、帰り道もこっちのルートで帰ってきたんですけど、ほとんど雪溶けてましたね。いろいろ話したんですけど、多分珍しいパターンみたいですね、こんだけ雪溶けるのって。はい、でここでですね、スペース、右側にスペースがあったんでチェーンつけようかって奥さんと話してチェーンの準備をしました。ただ今一瞬見えたと思うんですけど、工事でやってる作業員の方がいらっしゃって、でスキー場ここに行きますって言ったらですね、チェーンは全然不要だよっていうことで、チェーンを結局つけずにスタッドレスのまま行ってます。まあ、結果的には全然大丈夫だったって感じですね。はい、あとあれですね、スキー場は非常にいいスキー場でしたね。雪質も良くてですね、ピカチュウのイベントやってたんで、子供も非常に遊ぶスペースがあってですね、でホテルも朝と夜バイキングだったんですけど、リーズナブルで、でファミリー連れが非常に多かったですね。なんですごい、うち4歳と2歳の子供なんですけど、気ぃつかないでよかったです。
はい、ということでもうそろそろですね、ホテルに着きそうという工程です。まあ実はこの後この前に2回目次男坊をリバースしてて大変だったんで、あの時間自体はかかってるんですけど、で最後の方はですね結構雪積もってる道かな、この後もはい行く感じです。でもホテルの駐車場もですね広く非常に止めやすく、まあなんといってもホテルの目の前がゲレンデなんで非常にいいです。でホテル の下にスキー借りられたりとかスキー教室とかもあるんでそのまま申し込めるし、本当にあのいいスキー場だなと思いました。また来てもいいけどちょっとこの道のりがね怖いかな、どうしようかなって感じですね。だから3月とかの方がいいのかな、逆に気温が上がってきても多分雪ゲレンデの雪は良さそうなんで、その時期に来てもいいかなと思います。今年はなんかあのスキー教室の先生とも話したんですけど、12月のクリスマスに1回と1月に1回2回降って雪が良くなったということのようです。であのスキー場自体全面滑走で、剥げてるところとかですね、土が見えてるとか全くなく、積雪も1メートル50センチぐらいかなあるような状態で非常にいいコンディションでした。でリフトはですねスキー場自体リフトは3本か4本ぐらいしかなくて、1個高速のリフトがあるんですけど、なんでスキー上級者の方にとってはちょっと不満な感じでしょうかね。はい、まあうちみたいに幼い子供と行くには十分かなというスキー場です。あ、左の山の斜面の方があれスキー場かな、多分ちょっと見にくいですけど、はい、なんで看板見えたんで、行ってきますって感じですね。この辺の雪もですね翌日には全部溶けてましたね、帰り道なんで気温が本当に次の日はあの暖かくて、まあ雨予報だったけど雨は降んなかったんですけど、はいという感じですね。まあ子供がリバースしなければ右の工程でもまあ40分か45分ぐらいで着いたのかな、飛ばはい、ということで目の前の建物がホテルですね。で駐車場が広い駐車場になってます、はい、で好きなとこ止めていいということなんで、ホテルの近いところを探しながら、止めました。で、結局10時過ぎに着いたのかな、なんで子供は午後の2時から、スキー教室入れてっていう感じですね。でポケモンのイベントすごいやってんで、ポケモンのスタンプラリーがあったりとか、ポケモンの、ものがあったりとかですね、至る所にリフトの柱にもポケモンのキャラクターが貼ってあって子供は大喜びでした。はい、ということで今回ですね、スキー行った模様の、スキー場までの道のりを、動画にしてみました。ありがとうございます。失礼します。